スベトロゴルスクは、ロシア西部トビチのカリーニングラード州にあるバルト海の海辺の都市。1945年以前は、東プロイセンに属し、ドイツ語で、ラウシェンと言った。バルト海に突き出したサンビア半島の北岸にあり、海水浴のリゾート地として知られる。人口は2006年で1918人ほど。2002年国勢調査で1950人。 スベトロゴルスク付近は歴史的には東プロイセンのサンビア地方に属している。現在のスベトロゴルスクの位置にあったルーズモーターという領主町のことが1258年の記録に書出している。ドイツ騎士団がプルーセン人を征服すると地名はドイツ語風に名まってラウセモーター、ローシュモーターとなり、最後にはラウシェンになった。 スベトロゴルスクの砂浜19世紀前半、漁村だった、この地は、都市住民の休暇の行き先として、人気を博し始める。1820年6月24日、ラウシェーンは公式に、スパの町と認定され、温泉療養地となった。プロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム4世は1840年に、この地を訪れ、海沿いの美化を命じた。 ケイニヒスベルクからの鉄道が1900年につながり、ラウシェンはますます繁栄した。第一次世界大戦前には、駅から浜辺へ降りるケーブルカーなどもできた。作曲家、夫・ニコライ、作家トーマス・マンラもこの地を訪れている。独ソ戦末期の1945年、東プロイ戦構成で、ソビエト赤軍がラウシェンを制圧した。 戦闘では大きく破壊されず19世紀末以来の歴史的建築が今も残っている。戦後はソ連の一部となり1946年にはスベトロゴルスクと改名された。ソ連時代はカリーニングラード州全体が閉鎖都市となったため外国人観光客は来なくなったもののカリーニングラード州民の休暇の行き先として栄えていた。今日でも砂浜や スパリゾートやクラブなどが多くの客を引きつけている。スベトロゴルスクへはカリーニングラード、ゼレノグラーツク、ピオネールスキーからエレクトリー地下が通っており、スベトロゴルスク -1 駅とスベトロゴルスク -2 駅の2つの駅がある。また、カリーニングラードとの間には多くの市営バスが走る。ありがとうございます。